ズモンスタージョン TV 始まりました。モンスタージョン TV、 最近ではワンピースの考察系 YouTuber になったんですかとよく聞かれますが、そうだね、結構そんな感じするよね。いや違うね、なんかね、もともと僕ワンピースが大好きで生放送とかでは結構話してたんですよ。でなんかもっと話したいなみたいな感じになっちゃって、結果として、今動画を出しているって感じになったんだけど、まあワンピース考察系 YouTuber でもいいんじゃない？なんかね、やっぱ自分のね好きなものをみんなと共有できるっていうのはねすごい楽しいことなんで、今後もねワンピースのそういった話題とかをねお届けできたらなと思います。そんな中で珍しくワンピースの作者尾田さんが炎上してるみたいですね。ちょっとね驚きました。まあそろそろそれに関しては収束するのかなとは思いますが、これわざわざニュースにもなったみたいだね。マジかと思ってびっくりしたんだけど、問題になってるのはこちらの89巻の一発目パッと開けたところのここだね。はい、ここの横井軍曹に関しての話がちょっと問題になってるみたいだね。一応知らない人のためにも話をすると、横井軍曹っていう方は終戦後28年間戦争が終わったことを知らず、一人で最後まで戦った日本の勇敢な戦士です。その方を用いてみんなでご飯食べるとき最後に一つ大皿にポツンと残ってる唐揚げとかあるよね、あいつに名前を付けることにしました。横井軍曹と、横井軍曹残ってるよ、誰か戦争を終わらせて的なっていう風に書いてあります。恥ずかしながら89巻始まりますっていう風に冒頭始まっておりますが、これがもう大炎上しちゃいましたね。扉絵しかり、こういったところってファンとしては結構楽しみに待っているところで注目してます。そんな中ここで横井軍曹を出したっていうのがちょっとよろしくないんじゃないのっていう話になっております。要するに日本のために最後まで戦っていた戦士なんだよね。28年間終戦を知らずずっと孤独な戦いを一人でやっていたっていう方なんですよ。その方をそういった笑いに変えてしまうのはちょっと違うんじゃないの、不謹慎なんじゃないのっていう話なんですよね。確かにそれに関してはわかります。ただ僕が思うにこれって深い意味はないと思うんですよ。もちろん深い意味がないからと言ってやっていいことでやってはいけないことはあると思うんですけど、人間誰しもね不謹慎なことたまには言っちゃいますよ。それはわざとこういう意図で言ってやろうとかそういうことじゃなくて、ミスってなんかこう発言してしまったとか、そこまで考えてなかったがゆえに実は問題発言をしてでそれがトラブルになってしまったみたいな、そういうことはね、まあ人間誰しもあると思います。その後ジャンプのねオフィシャルの方からは出てるんだけども、尾田さんもまあその編集の方たちみんなね反省しておりますっていう、今後はそういった表現に関してももっと気をつけていきますっていう風に声明を出してるんだよね。なのでこれ以上みんながそれに対して寄ってたかって攻撃する必要は僕はないと思いますし、第一に考えてほしいのはわざわざそれで横井さんをなんかこう落とそうとか何かしらの悪意があってやってるってことはないと僕は思います。というかどう考えてもそうでしょ。単純にこれは言葉選びのミスだったりとか軽率、そこから来たものであって、それは誰しもがやらかすミスなので、そこまでねそれを詰めるっていうのはよろしくないんじゃないかなと僕は思います。だって今回初めて尾田さんがそういったことで問題になっておりますが、尾田さんの名前が出る時っていいことばかりじゃないですか。まあいろんなねギネスを更新したりとか日本を代表する作品を作ってるわけですよ。だから世界に対しても日本はこれだけすごい作品があったりとか日本の文化を発信してる方なんだよね。それだけでもすごいのに今回ね8億円熊本に寄付してるんだよね。すごいことですよ。8億円を寄付するっていうのはもちろんねワンピースで成功をして得られるものがあるからこそだけども、とはいえどみんなが思うようにじゃあ単行本1個売れたらそれが丸々全部入ってくるとかそういう話じゃないですからね。たくさん分配されて分配されてやっと自分のところに来るわけであって、でそこから8億をそういう風にまあ出してるわけで、8億って彼にとってもそんな小さいお金じゃないと僕は思います。誰にとっても8億は小銭にはならないんで、すごい大金をそういう風に熊本のために支援をしてるっていうのはすごいことだと思います。
それはまあ今回のね、話としてニュースに出たものなんだけど、それより前から熊本に対しての支援とかっていうのは小田さんはやってきてるんですよ。地震被害があった後すぐにワンピースのねキャラクターの入ったラッピング列車を走らせたりとかっていうのもやってるんですよ。やっぱり気持ちとしてはね、そういうのがあるだけでも地震の被害に遭われた方はちょっとは気持ちとしてはね救われるところもあると思うんですよ。そういったことを小田さんは今までたくさんやってきているわけであって、今回の一個のねミスですよ。これはそのミスをみんなでもうひたすらうわーって叩くのは違うんじゃないかなと思います。それこそ日本の何割の方がねワンピースと一緒にここまで年齢を重ねてきたのかっていうのをちょっと思い出してほしいんですよね。ワンピースって僕らの人生と共にあるわけなんですよ。少なくとも僕の人生の中でワンピースってすごい大切なものなんですよ。そういう大切なものを与えてくれたっていうことだけでも僕はすごい小田さんに感謝しております。だからこそ今回の起きたことは僕から見ても確かによろしくないなっていうふうには思いますけど、客観的に見て単純なこれは言葉選びのミスとかそこまで考えが及ばなかった、まあ本当軽い発言なのかなと思っております。それが小田さんだからいいとかそういう話じゃないんですよ。ただのミスであって、今までの小田さんのやってきたこととか人間性を考えればそこまでそれを集中的に攻撃する必要はやはりないのかなと思います。みんなも同様に子供時代そして今大人になってね、ワンピースとともに我々は人生を進んでるわけですよ。その作者が一個ミスったらそれをみんなで詰めますか？いや違うだろうと僕は思います。特にねワンピースは今もう進み方が半端なくなってね、もう常に楽しいんだけどね、常に楽しいんだけど、さらに今はねもう一番やばいなっていうタイミングだからこそね、そういったマイナスなところになんか注目するんじゃなくて、もっとワンピースのね本題の方にねみんな入ってほしいなっていう風に僕は思います。いやマジですごいよ今回この件で。まあワンピース例えば見たことあるよだけど最近は見てないよっていう方がいればぜひ見てください。もうすごいよ本当に、めちゃくちゃ面白いから。もう単行本もアニメもジャンプも全部めちゃくちゃ面白いからね、俺もうね楽しみがねもう止まらないですよ。日曜日にはねアニメがやって、月曜日にはジャンプが出て、そして単行本の速さがねめちゃくちゃ速いんですよ。とにかくワンピースの単行本はすぐ出てくれるんですよ。だからそれも僕らの手元にすぐ来るからね、常にワンピース祭りでございますよ。今回こんなことがありましたけどね、まあ小田さんはもちろんねそこのところに関しては今後気をつけていただいて、ただこの今一部ね、批判とかあると思いますが、それには負けず今後もねワンピースを書いてくれたらすごく嬉しいです。僕たちファンはね小田さんのね書いてくれるワンピースすごく楽しみにしております。結果として私はもうねワンピースの考察系 YouTuber みたいな感じになっておりますけどね、いやーでもね本当にまだまだね語り足りないところがねめちゃくちゃありますよ。ワンピースのもう伏線っていうのかな、そういったのがいろんなところにあるんで、どこでそれを回収していくのかなとかってこう考え出したら止まらないんですよ本当に。最近ではね1日に3本ぐらいとか動画投稿をしておりますが、もっともっとね出していきますからね、ワンピースについてとにかくもうみんなでねもう語ろうね、ワンピースの良さをみんなで語ろう。オーライ、そんな感じで小田さん今ね若干ちょっと辛いところもあると思いますが、気持ち的に負けずにね頑張ってください。俺らみんな応援してますから。それではこの辺で動画を締めていきましょう。皆さん最後にグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そしてチャンネル登録ボタンを押したら通知ボタンも押していってくださいね。注文の多い料理店かと思うやろ。いや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 、まあまあ若干そういったところもね、なきしにもなんちゃらというところでございますけどもね、グッドボタンこれ結構大事だから、チャンネル登録もっと大事だから、通知ボタンもっと大事だから。今マスオさんになった。もうささえ、あ、次回お会いしましょう。誰だこれ。 See you next time。
check your body, check your body, check your body.